それで、一つは絶望の府と言われたインフェルノに対して、プルガトリオにはいささか希望があるということをまず考えなければなりません。それでこの煉獄編の第一課の4行目6行目ということを見てみましょう。山川先生の訳の書物では13ページでございますが、13ページの3行目ってなりますか、下の4というところをご覧いただくと、かくて我第二の王国を歌わん子は人の霊清められて天に昇るを得るところなり、こう書いてございますね。でその絵、あのプリントをご覧いただくと、エカンテロディクエルセクンドレンニョで歌おうと思う。絵っていうのはそしてっていうんですが、まあ確定でもよろしいございましょうね。第二の王国を歌おうと思う。ドーベルマノスピリトシプルガ、ドーベ、そこではその人の魂がこのように清められていく。エディサリレアルチエルディベンダデニョ、ですから人の霊が清められて天にふさわしくなるようなところなのである、こういうふうに書いてございまして、その清められる希望があるということ、そして天にまでもしかしたら行けるかもしれないと、そういうところが非常に違うところですね。ですからサルトルの言葉を使いまして、地獄というのは本来的には出口ないところだということを申し上げましたが、煉獄はそれ自身やはり大きな喜びのないところなんですが、天に上げられていくそういう魂に自分を清めていく可能性のあるところ、でこれは可能性の世界ですから、煉獄にいるからといってみんなが必ず救われるとは限らない。煉獄で救われる可能性がある。でその可能性をキリスト教の教えから申しますと、魂自身が、そこにいる魂自身が自分を清めていく努力をしなければなりませんが、同時にそれは自力で清められるのではないということで、その魂自身が祈るということも必要で、それからまた煉獄の霊魂のために誰かが祈るということも非常に意味があるということで、私どもがもし煉獄の霊魂のために真面目に祈るならば、その祈りがやはり有効であるというふうな、そういう考え方がございます。ですから本当の基本的なダンテの考えから申しますと、地獄はあの門にございましたように、もうエテルノドローレって永遠の悲しみのところというんですから、地獄に行ってしまったら救いがないというようなことになって、地獄の霊魂のために祈るというのは主観的にいろんな意味はあるでしょうけれども、あの世の構造そのものからはそういう祈りも無意味だというふうなことになっております。もちろん神の正義が作ったというふうに書いてあって、神が作った方ですから、その方が、特別に
何かするということならば、地獄からも救われる可能性というのは全能の神のために残されているでしょうけれども、そういうところではこの世の生を続けている我々の愛が祈りとなって、そして死者のために祈るときに、その祈りが競技場ですね、競技場死者に効果的であるというのは煉獄の霊魂に限るというのがこのダンテのこの詩の構造です。そしてそれは、この時期の、つまり中世のこの時期の一般的な教理に合っているものであります。で、そのエカンテロディクエルセグンドレンニョという、レグノと言いませんで、レンニョと発音いたしますが、その第二の王国というふうに言っておりまして、地獄がこの順序からいくと第一の王国になっているようなところがありますが、三つの世界があって、天国、煉獄、地獄となっているその世界を言っております。それで、特に私はここで、もう一度思い出していただきたいと思いますのは、出口のない地獄には入り口はあったということ、そしてその入り口はこの世にあったということを忘れていただきたくないんですね。つまりダンテはこの世でちょうど人生の半ば頃に迷って森に、深い森に迷い出て、そこでいろいろな動物に会う、動物が誘惑の象徴でございました。そしてその迷っている森の道でヴィルジリオに出くわして、そしてそのヴィルジリオは偶然この世に迷い出たのではなくて、ベアトリーチェの願いによって神の特別の計らいでしょう、煉獄からこの世に出てきて、そしてこの世の人のごとくに話すことができる。ただ本当のこの世の人ではないということで、しわがれた、低い声というふうなことが言われていましたが、そういう声で語って、そして地獄の門に入っていく。そこは地獄じゃないんですね、まだ地獄じゃない。この世を通って、そして地獄の門を通ってから地獄に入るんですから、地獄の入り口はここにある、私どもの住んでいる世界にあるという、そしてそこから出口がない世界がある。で、ただそのヴィルジリオはベアトリーチェの願いによって本当に罪の恐ろしさを知り、そして天への憧れをより一層強めるために、本当に地獄を見た方がいいということで、地獄の見学に行くわけですから、地獄に落とされたわけじゃないので、特別にヴィルジリオと共に抜け出すことができると。で、その抜け出し方っていうのがまたちょっといろいろ面白いことがあるんですが、それはもうちょっと先になってから、順序はなんですけど、先に関わりのあるところで勉強した方がよろしいので、今は特別の仕方で地獄から出て煉獄に来たということです。それで煉獄と地獄の違いは絶望と希望、煉獄には希望があるのだということを、忘れてはなりません。それからまだ他に、基本的にはそういうことなんですが、まだ他に地獄と煉獄の違いはないだろうかというと、星の有無ということです。星、ステラで、これは、地獄編のやはりこの
最初っていうことになりますと、どうしても地獄門を入ってからのことですから第3課になりますが、第3課の23行あたりを見ますとですね、今日はそれをお持ちにならなくても仕方ないので私の方で申し上げますけれども、その地獄の門を入りますとすぐですね、ダンテが物を見たりする前にすぐ聞くことがあるんです。それが何かっていうと、クイビソスピリ、ソスピリっていうのはその嘆きの声なんですね。嘆きの声、そういうものがリゾナバーンっていうのはこうずっと反響しながら聞こえてくる。で、それはどこに聞こえてくるのかっていうと、その言葉をそこに書きましたが、ペル2、2の2です。ペルラエルセンザステラ、センザっていうのは、古いイタリア語でサンザとなるんですが、このムーアはセンザと直しておりますが、星なき、ウィザウトです。センザってウィザウトステラ、星のない、アエルっていうのは空気ですから大空と言ってもよろしいので、星なき大空を通して、非常な苦しみの嘆きの声がこだましていると書いてございまして、したがって、地獄はですね、門を入った途端にもう星なき空になっているということをまず一つ考えますですね。それで星が何の象徴であるかということをよく考えていただきたいんですが、星は西洋文学を通じて少なくとも4つの、その意味がございますですね。一つは航海のため、航海って海を行くですね、航海するための導きになるということ。これは海ばかりでございませんで、陸でも導きになるんですが、陸の場合は山があったり木があったりするっていうようなことがございますので導きになるものが多い。ところが海はもう本当に沖に出てしまうと何も見えないという時に星だけが導きだというので、星は導きの、つまりある目標を知らせるものであるということが一つ。それからそこから出てきて星は希望の星って言いますように希望にもなりますし、同時に理想、高い理想を星で表すということがございます。で、特に、文学では今の導きの星と、それから、なんて言いますか、この希望の星っていうのが強いんですが、哲学の世界では理想を表すというので、カントもですね、そういうことを言った。カントについてはもうお話ししましたからあまり長くは繰り返しませんけど、我が内なる道徳律と天の星とが、私がそれを思えば思うほど感動してやまないものだということを実践理性批判の中で書いておりますが、そういうことを言いました。そしてこれはニーチェもですね、星と理想とを結びつけて、やがて星のない時代が来るだろう、そういう時になると末人、デレツテメンシュというの、末人、末の人と書きますが、末の人は理想とは何だ、星とは何だと言ってにやりと笑って目くばせをするというようなことを書いていますので、理想としての星というのがございます。それからもう一つは、星はこのプラトンの時から愛し憧れる人の瞳とかですね、愛し憧れる人の輝き、心の輝きというものと結びつけて考えられておりますので、愛の象徴のようにも考えられます。それは本当に清らかな愛、単にプラトニックなラブということでなくて、愛抱き合う愛で、愛でよろしいんですけども、しかし本当にこの清らかな愛という時に星が出てくる。少なくともこの4つは西洋の文学、それから文学ばかりでなくていろいろな文献を通じて出てくることでございますので、その星がない空というのが地獄だったのに対して、このプルガトリオの最初にですね、金星の輝きが歌われているということがございます。それで第1曲の13行目、この13ページの13っていうのを
見ますと東の青玉の絶えなる色はこう出ていたり、それからその次19行目、恋にいざのう美しき星はこう出ておりますですね。でこれは多分皆様もご経験があるだろうと思うんですが、明けの明星とか宵の明星って言われる金星は昔からあのヴィナス、ヴェヌスと呼ばれておりますが、その美しさのゆえにヴェヌスという名前も与えられているんですが、本当に、物心を覚える頃って言いますか、思春期の頃に夕方その星を見ると、特に明け方にさめいでて明けの明星を見るというようなことをしますと、あてどなき恋って言いますかね、ジンメルの言葉ではリーベオーネゲーゲンシュタンという綺麗な言葉がありますが、対照なき愛というようなものを覚えるとか、それからまた対象があってもそれが肉体的な意味のない同性に対する愛ですね。例えば自分が非常に尊敬する先輩であるとか友人とか、あるいは敬愛する後輩とか友人とかというようなものに、女性は女性に、男性は男性に憧れるっていうような時もございますので、それからもうそういう時期は過ぎたんだというような人は異性に対する、それも肉体と関わりのない憧れのようなものを最初に思い染める、その輝きが金星に似ているというので、この恋にいざのう美しき星というのはそういう意味では人類のすべてに関わりのある言葉だろうと思います。初めてその人を恋しく思う、そういう思いと連なるもの、そして昔はその金星が輝く頃に東京ではだんだん聞こえなくなっていたんですけども、管掛けの声っていうのは鶏の声なんかが聞こえてきて、それがまた人をですね本当に絶えなる愛の心に誘うというようなことがございましたんですが、それで、この金星の輝きがあるということが非常に大事なことだと思います。